はい、ズキです。今回は本日発売開始されたばかりのコンパクトなフラッグシップスマートフォン、シャープのアクオス R2 コンパクトを開封していきます。本機種は先に発売されているハイエンドモデルアクオス R2 のその名の通りコンパクト版です。取扱いキャリアは現時点でソフトバンクのみとなりますが、前世代のアクオス R コンパクトでは SIM フリーモデルも発売されていますので、 R2 コンパクトについても SIM フリーモデルを発売してほしいところです。外箱はいつものように非常にシンプルですね。ズズズズズズ、はい、本体は置いといて同梱物から。すごいシンプルですね。同梱されていたのはクイックスタートガイドと重要なお知らせのみです。それでは本体を見ていきましょう。本当にコンパクトですね。ペリ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 、スススス、ス小さい。シール剥がしちゃいましょう。ペリ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 、ボディカラーはスモーキーグリーン、ディープホワイト、ピュアブラックの3色展開で、私は当初スモーキーグリーンを購入予定でしたが、実機を比較すると妙にこのピュアブラックに惹かれたのでこちらを購入しました。端子は USB Type-C、 電源ボタン、ボリュームボタンがあって、イヤホンジャックもついています。 SIM トレイは SIM ピンがいらないタイプで、爪で引っ掛けてダイレクトに取り出せます。 SIM スロット、 SD カードスロットのデュアルトレイです。それでは電源オン。私自身年末に購入したアクオスゼロ、そして年明けに購入したアクオスセンス2に次ぐ直近3機種目のアクオスです。こうやって大きさを比較すると、この R2 コンパクトがいかに小さいかがわかるかと思います。ちなみにこちらは iPod Touch です。アクオス R2 コンパクトのサイズは131-64、 厚さが 9.3mm です。アクオス R2 のサイズは高さ156、幅74、厚さ 9mm になっています。こちら6インチモデルとして最軽量のアクオス0は高さ154、幅73、厚み 8.8 です。全体的にコンパクトな分この厚みが際立ってしまいますが、でも手に持つと結構やっぱりしっくりきますね。スマートフォンのコンパクトモデルとして根強い人気がある iPhone SE が高さ 123.8、 幅 58.6、 厚さ 7.6mm ですので、それよりは少し大きな端末ということになります。少しサイズ違いますけども、 iPod Touch と比べるとこんな感じですね。アクオス R2 コンパクトの一番の売りは何といってもこの小ささ、サイズ感と、そしてこちら 3.5mm イヤホンジャックがあるというところではないでしょうか。そしてディスプレイの上下がダブルノッチになっています。この指紋センサーの部分以外は全てディスプレイになっているということになります。最近のスマホ、例えばアクオスゼロなどはこのようにカメラやセンサー部分以外はディスプレイになっている、いわゆるノッチ、切り欠き状のデザインが一般的になっていますが、アクオス R2 コンパクトは上部だけではなく、こちら下部にもノッチを搭載する、おそらく世界初のダブルノッチスマートフォンです。ディスプレイサイズはこの端末全体の大きさとしては素晴らしく大型な 5.2 インチです。アクオスゼロは 6.2 インチです。ディスプレイ上部のノッチはインカメラを内蔵した水滴型で、下部は指紋センサーのためのもので、センサー部分以外がディスプレイになっています。アクオスゼロのように背面に指紋センサーがあるスマートフォンも多いですが、私は前面に指紋センサーが欲しいタイプなので、このセンサーはありがたいです。ただこのような指紋センサーがなくてもディスプレイで指紋認証ができるディスプレイ指紋認証端末がすでに複数発売されていますので、次期端末ではぜひチャレンジしてもらいたいとも思います。なお、この指紋センサーはナビゲーションバー、これですね、ナビゲーションバーのキーの操作を代替することもできます。こちらアクオスセンス2にプリインストールされている Android 8バージョンに比べて、アクオス R2 コンパクトにプリインストールされている Android 9 Pi ではアプリ履歴キーがなくなっています。こうした方が分かりやすいかもしれないですね。アクオス R2 コンパクトの方のこの白抜きの部分がキーになっています。 Android 8バージョンにあったこの四角いキーが Pi ではなくなっています。 Android 9 では
このホームキーと戻るキーの2種類になりますが、アコース R2 コンパクトではその両方のキーの機能を指紋センサーで代替できるということです。試しにやってみましょう。こちらのアコース便利機能アプリをタップして表示される指紋センサー、センサーを使って画面点灯やロック解除、ナビゲーションキーの動作ができますというふうに表示されています。まずナビゲーションキーのホームキーとして使うをオンにします。戻るキー、履歴キーも使う、こちらもオンにします。指紋センサーを右になぞり、そのまま画面内に指をスライドすることで起動中のアプリを簡単に切り替えることができます。するとナビゲーションバーを隠すが自動的にオンになっています。左へなぞると戻る、右へなぞると履歴です。左へなぞる、はい、戻りました。先ほどまであったナビゲーションバーが消えて非常にスッキリしたディスプレイになっています。もう一度復活させますと、このナビゲーションバーがすっきり消えています。指紋センサーを右にスワイプするとこのようにアプリ履歴が出てきます。指紋センサーを普通にタップするとホームボタンの代わりになります。個人的にはこの指紋センサーを使ったジェスチャー操作の方が楽かなという気がします。なお、ディスプレイを下から上にスワイプするとナビゲーションバーを呼び出すこともできます。iPhone SE の後継機種の発売が待望されていますが、現時点で発売される可能性は低いため、iPhone SE のように使えるコンパクトスマートフォンを探している方も多いと思います。アコース R2 コンパクトは、そんな方にもぴったりなスマホと言えそうです。次回以降、iPhone SE との比較もしてみたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。5.2 インチの液晶ディスプレイは 120Hz で駆動するハイスピードイグゾを採用しているため、スクロールした時に滑らかな描画が可能とのことです。画面解像度は 2280×1080 ピクセルで、画素密度は 480dpi、 くっきりとした非常に綺麗なディスプレイだと思います。いつものようにディスプレイの比較をしてみましょう。 Chrome ブラウザーから Yahoo のニュースサイトを開いています。起動は各端末最大です。それでは端末のスペックを見ていきましょう。 SoC は2018年のハイスペックモデル Qualcomm Snapdragon 845を搭載。メモリーは 4GB、 ストレージは 64GB。メインのアウトカメラはハイエンドモデルのアコース R2 の静止画カメラ同等の2260万画素センサーを採用。インのサブカメラは広角の800万画素カメラ、アイキャッチセルフィーで視線を集める表示が可能とのことです。動画再生ではドルビービジョンによる HDR 再生もサポートしています。本体重量は 135g ですので、アコースゼロより 10g ほど軽くなっています。このサイズでゲームができるのか、これについてはスマホぬるさく選手権で検証してみたいと思います。アコースといえば防水防塵お財布携帯が代名詞になりつつありますが、本端末もしっかり備えています。購入価格は 82,080 円、アコース R2 のソフトバンクでの価格が 93,120 円ですので、11,000円ほど安くなっています。ストレージについては初期状態で 64GB のうち 15.6GB を使っています。端末のセキュリティについては、画面ロック、スワイプ、パターン、ロックナンバー、パスワード、そして顔認証、指紋認証が使えます。一旦設定してみたいと思います。顔認証のスピードは指紋認証についてはスクリーンオフから非常に素早く反応します。それでは恒例のベンチマークテストをやってみましょう。アプリのアンツツベンチマークをインストールしたところ、滑らかハイスピード表示をオンにできますというふうに通知されましたので、オンにしてやってみたいと思います。その他、先ほど使ったアプリについては自動でオンになっているようです。はい、ということで結果が出ました。285,689 ということで、スナップドラゴン845搭載端末として妥当なスコアと言えるかと思います。ただこのサイズでね、このスコアを叩き出すというのは素晴らしいなと思います。細かく見ていきましょう。 CPU、 GPU、 UX、 そしてメモリーと、このようなスコアになっています。続いてGeekbench4をやってみましょう。はい、結果が出ました。
シングルコアスコアで2375、マルチコアスコアで8610となっています。シングルコア、マルチコアともアプリ記載のスマートフォン Galaxy Note 8を抜いて1というふうに表示されています。そしてもう一つ、前回 AquosSense 2の開封動画でこのイヤホンジャックが結構緩い場合があるんですけどという質問をいただきました。 R2 コンパクトで確かめてみましょう。ガッチガチでもないですけども、特に一般的なイヤホンジャックだと思います。すぐね抜けちゃうような弱さはないので、まあ、安心して使えるではないかと思います。ということで、開封からダブルノッチ検証、そしてベンチマークテストまでやってみました。私のメイン端末は iPhone XS Max なんですが、この小ささでこの挙動感、キビキビ感というのはすごいなと思いました。 iPhone SE の代わりになるかというと微妙なところですが、高性能でコンパクトなスマートフォンが欲しいという方にはうってつけのスマートフォンではないかと思います。ただ今日触ってみた感想として、触ってるうちにかなり熱を持ちます。持ってるとこの辺りが結構熱くなりますので、やはり小さい端末にハイスペックな機能を搭載していますので、熱がこもってしまうのかなという気がしました。次回以降、アクオスの弱点とも言われる写真対決もやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の上ご視聴ください。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な現象からちょっとふざけた実験的なこともやっております。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。